イスコーヒーでした。イエーイ、正解はアイスコーヒーでした。イエーイ、アメリカーノでした。イエーイ、コーヒーに氷入れてる。なんか三脚みたいなのゲットしたからショールームしてみた。ライト付きの可愛い服だね。ありがとうございます。最近付け襟にハマってて、付け襟にハマってて、まあ取り外しできるんですけど、ヒートテックが見えるんですよね。ペンダンベよ、おさらば。はい、今日から菅原稽古に参加してきました。今日の途中から参加しました。お団子、そう、今日からなんです。菅原は今日の朝に免許更新をしてきました。免許更新をしてきて、朝免許を更新して急いで稽古場に向かいました。皆さん免許なんと漏れませんでした。はい、漏れませんでした。全然漏れませんでした。まずそのなんかまず前髪が終わってるんですよ。超雪降ってて、超ですよ、超超の超雪が降ってて、あ無理やと思って、もう雪がめっちゃ降ってて、もうすがらって湿気に弱いから、もうああいう雪とかで全部前髪が終わっちゃうんですよ。だから一瞬でも、もう雪に当たって、もうマスクの水蒸気にやられて終わっちゃいました。ね、写真持ち込めばよかったって後々後悔しました。もう知らねえって思ったり、もういいやクソくらい。はい、もう確実に非公開決定ですね。はあ、持ち込めばよかったです、本当に。うん、ってことで完璧に、もう一生皆さんのお手元に免許写真が届くことはありませんでした。失敗しちゃいましたね。で、もう本当に今日は頑張って朝早く起きて免許更新終わって急いで、友達が免許の写真撮るとき自分でライト持ってって当ててた。やば、ウケる。マジガチ盛りやと思って、持ち込みダメっていうか、持ち込みするほどの気力もないが正しいですね。で、映像とか見てちゃんと学んで、ちゃんと教科書みたいなのもらってきて、しっかりそこに置いてありますよ。で、新幹線乗って、それが聞いてください。なんか免許更新がちゃんとした時間がね分かんなかったから、
で何時に駅に着くかが分かんなかったから、もう急いでとりあえずその時間に取れる新幹線を取ろうと思って取って、もう立ちでしたやっぱ年末年始正月の新幹線なんて取れるわけがないんだよ。取れるわけがないのよこの時期は。もう立ちでした、もう1時間以上立ちでした。もう座れなくて立ちでしたね。朝から朝からで稽古場に行くまでずっと立ちだったんで、誰か譲ってよって思いながら誰か譲ってよって思いながら、まあみんな座りたいよね。もう疲れましたね。もう全部満席だった、一個も空いてなくて席が。そう、それもキャリーケースに座ってました、優雅に音楽聴きながら。全部満席なの、本当に満席だったんですよ全部ね。マジかよって感じですよね。マジでした、マジで。2時間講習も本当にもう眠っとくて、でもちゃんとこれ聞かなくちゃいけない話だから聞いて聞いてました。いや本当はね早く予約したいんですけど、そのね免許を更新したところから駅に着くまでが何時どんぐらいかかるか分からなかったから仕方なく取れなかったんですよ。先に取ってて乗れないっていうのが一番困るからっていうのが一番困るから取れないんですよね。ゴールドは次の更新でですね。そう遠いのよ。そうてかまず東北新幹線って基本的にあんま自由席ないんですよね。あんま自由席もあるけど、なんか東海道みたいな感じで。もう全部ほぼ全部の新幹線に自由席あるじゃないですか。もうないんですよ東北新幹線って、基本ないんですよあんまり。だから困った。本当にね、だから東海道新幹線ってすごいんですよ。そうそう早割ね、早割とかもあるんですよね。早く予約したら安くなるとか。モバイルスイカ予約ならいつでも時間、そうなんだ。でもやっぱ乗りたい時間にね、そうそうね自分が座れるとは限らないのでね、まあ、今回はねマジ致し方なかったあれだから、帰る時間がちゃんと決まってないからね。なんでみんな早く予約した方がいいねっていうのは分かるんですけど、とりあえず今回はスケジュールを合わせられるあれじゃなかったからたまたま立ちだったよっていう話なので、分かってますから皆さん安心してください。分かってますから。そうでしょ、自由席なくてハテナハテナってなるでしょ。
そう、菅原の今日のスケジュールは免許更新終わり次第稽古参加だったんで、そうだから取ろう、そう免許更新があったからかな、そうだよ、そうなんです、そうすっごい今日はハードなスケジュールでしたよ、菅原にしては。もうだって菅原もう今月免許更新ってか今日更新しなくとしないともう宮城に帰れる日がなくて、普通に宮城に更新 しに行けるスケジュールがなくて、普通に来月の2月10日までは更新できるんですけど、そう普通にそれまでの期間に帰れる更新できるのがなくて、そう今日しかなかった。今日しかあれも始まってなかった、免許センターも今日からだったし、大変だ、そうなんです、失効しちゃうところでした。そう誕生日前後1ヶ月、12月はマジで確実に無理で、1月も確実に無理で、もう2月も無理なので、そうなんです、大変でした。だってさ菅原今日めっちゃ早く起きたよ、本当に。でそっからさ新幹線で寝ようって思ったのにさ、あれだからさ、あれ立ち席だったからさなくてさ寝れて、だからもう菅原今日12時間以上起きてるんですよ。え、やば、名古屋に住所変更すれば、え、そうですよね、でも菅原その手続きするのがめんどくさくって、それがやっぱアドレナリンなのか眠くないんですよね。8やんして12時間普通にさ12時間起きて、今日はもう12時間以上起きてるんで、だって菅原がだって早起きしたんですよ、菅原が朝の、まあ、6時とかぐらいに起きたんですよ、で6時からもうって思ったら、でそれで菅原一回も今日お昼寝してないんですよって思ったらすごいって思って、すごい自分って思って、ご飯はしっかりお母さんの美味しいご飯を食べて、てかさ聞いてよ、やっぱ正月年末年始にやっぱいっぱい帰ってご飯をねなんかいっぱい食べたからね、やっぱそりゃ免許の写真も漏れないですよね、漏れないですよね、がもう丸が2つ丸が2つ丸が2つ、でもお母さんのご飯なんてめったに食べれないから仕方ない仕方ない、もう悲しいですね、もう悲しいです、もう悲しいですよ、ご家族が、お母さん、でももうずっと連絡してましたね、さあ私が次実家に帰るのはいつでしょうか、全く想像できません、いつ帰れるか
みんなはお正月実家に帰れたりしました？ね、宮城で仕事あったら帰れる、本当に。でも今日稽古だったから差し入れして菊福食べたんですよ自分で稽古場に菊福の差し入れして、自分ですいませんって自分で買ってきたんです、お土産で買ってきたんですけど1個いただいてもいいですかって1個いただいてもいいですかってすいませんって、お土産で買ってきたのに。明けましておめでとうございます、一個いいですかって、自分の分もいいですかって。じゃあみんなに買ってったからさ、皆さんで食べてくださいって、もうごめんなさいって、すがらも一個いいですかって、一個いただきたいです。ちなみに津軽が食べた菊福は何味でしょうか？いや最後に食べたんですよ。ほうじ茶、ほうじ茶、ほうじ茶、ずんだ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 、ほうじ茶、ずんだ、生クリーム、抹茶です。この4つの種類のやつ買ったんですけど、さあ何味を。正解はほうじ茶でした。はい、すがらが菊福で一番好きな味はほうじ茶です。これを知っていた人いたらすごいですね、当てた人。すがらが菊福で一番好きな味はほうじ茶です。前言ってました、ずっと言ってます、菊福一押し味はほうじ茶と言っちゃってます。でもいっぱい買ったから、買ってたから余ってました。余ってたも悲しいけど、まあ、きっと稽古期間中に皆さん食べてくださると信じます。でもう一個すがら好きなのがあるんですよ。あのほぼパッケージのこれ、あ、これも菊水庵なんですけど、すがらこれめっちゃ好きなの、これずんだのやつ、一口ずんだ餅、これめっちゃ好きなんだよね。これも前勧めたんですけど、これマジで好きなの。一個だけ食べていい？顔まん丸だけど一個だけ。これマジで好きなの。これ超大好き。これマジで大好き。こちらもお茶のいげた菊水庵でございます。マジで好きなんだよなこれ。本当に。いや、海苔のお土産買ってくるの忘れたわ。なのにさ、すがらがさ。なんだっけ、ちょっとそこまでで佐野インターかな、佐野インターに寄ってなんか海苔のねお菓子、これ宮城でねめっちゃね流行ってる海苔のお菓子だよみたいなっていうのあって、それ今度宮城帰るから買ってくるねって言ったのに結果買えなかった。
うん、マジこれ好き。うん、海苔のお菓子、名前なんだっけ、ザベッツみたいな忘れちゃった。うんうんうん、みんなこれ食べ、これ食べたら革命起きるよ結構。うん、本学校、うん、佐野、そう佐野サービスエリアから、うん、そうパラバラッツ、マジこれうめえ。こっちだった本当はこっちにしようかなって思ったんじゃ、柄がめっちゃ好きだから。うん、もう菊福も食べたいし、菊福の方がいろんな味あるからいいかなと思って菊福買った。これうめえよ本当に、みんな買った方がいいよ。ずーずー、菅原まやのずー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 。でもなんか今日の稽古で一番不安だったことがあって、それは何がっていうと、なまってるかなまってないかがめっちゃ不安でした。本当に何が不安、一番なまってることが不安でしたね。なまってませんでした今日。いや、なまりは指摘されてないんですけど、なまる役じゃないんですけど、やっぱ実家に帰ってた時ってちょっとなまっちゃうんですよね。だから稽古中に出るかなって思ったんですけど、全然出ませんでした。今日やっぱ途中から参加してるから構成を見ることの方が多かったので、んだな、んだんだ、黒い服はいくら汚してもいいけど、白いズボンは汚しちゃダメだよ。あ、今日あれ、ビジュアル解禁されましたね。見ましたか？まやちゃんのビジュアルはそのうち公開されると思います。いずれ公開されると思います。菅原ちいこ、上ゲップが出ました。いつか菅原も5人で撮った写真が載るので楽しみにしててください。5人バージョンが出るまで、まだそう、服の色違い、カホはピンクですが、ラが赤です。ありがとう、チケット申し込んでくれて。ね、
そのうち、そのうち、そのうち5人バージョン出るんで楽しみにしててください。なんか今から緊張してきたね。大丈夫だよ、みんな当たるよ。確かにドット柄ってあんま着ないかも。そろそろ誰でこそ菅原が今日人見知りめっちゃ発揮してて、なんか多分前回の稽古の時にめちゃくちゃ人見知り発揮してて、で今日会った方と喋った時になんかおさむようさんっていう方がいるんですけど、おさむようさんっていう方、ショートカットの方なんですけど、あさむようさんと若月さんに、なんか若月さんとは割と深くなってたんですけど、そのおさむさんに、女性の方なんですけど、おさむさんに、おいすごらちゃんってこんな感じなんだねみたいな言われて、いいよいいよみたいな言われて、はい、人見知りしてたんだねみたいな、そうです、なんか前回とキャラが違うからって言われて、そうです、でそう舞台の人に、だからなんかそう、なんか距離詰めたら仲良くなれるタイプって言われて、はいそうです、行くまでは、そう行くまでは、そう行くまでにちょっと時間かかるんですけどみたいな、そう慣れちゃえば行きますよっていう。ステージのマイアンとショールームのマイアンもキャラ違うか、やべえ統一しなきゃ、全国統一学力テストって言われて、めちゃくちゃ、でも全然まだまだ、今日もめちゃくちゃ人見知り発揮しました。マイメロなんだけど似てる、マイメロに。してて思ったんですけど、なんか人見知りって治んないんですよ。人見知りって治んないんですよ。コロミちゃん、なんかなんなら年々人見知りが出る。なんかもう菅原は割本当に稽古場で隅っこ暮らししてます。菅原もサンリオのキャラクターになれるかもしれない。え、隅っこ暮らしってサンリオ？サンリオじゃなかったらどうしよう。え、サンリオじゃない？隅っこ暮らしってやばい、サンリオじゃなかったってみんな今の話聞かなかったことにしてください。みんな今のは聞かなかったことにしてください。ダメだよ、何のことかな。隅っこ暮らし、マイメロなんだけど、あ、間違えた、クロミちゃんなんだけど、クロミちゃんなんだけど、クロミちゃんなんだけど、クロミちゃん、
クロミちゃんが好きだからさ。クロミちゃん、そうだよ、最初からクロミちゃんだ。クロミちゃん、クロミちゃん、マジクロミちゃん大好きのね。コラボグッズの充電器マジで便利で。どうかな、どうかな、あやめろ、なんだ、クロミちゃん、クロミちゃん、クロミちゃん、マジで便利、本当に便利なんですよ。菅原さんってこんな人だったのか、衝撃、嫌ですか。そう、ケーブルがついてるんですよ、めっちゃ。でね、その中になんか、あの中にその充電器に充電器に充電器がこういう長方形の、あの今ちょっとライトに使ってるからあれなんですけど、なんか充電器にこうやってね、こうやって刺さってるんですよ、こうやって、こうやって。これが Android でこっちが iPhone なんですよ、わかります。そんでこれをね、こうやってこうつけた、つけた状態でここに入れるのよ。でね、そうするとここにめっちゃなまる。そうするとそうするとここにね、こうやってしまえんですよ。で、出すときはここに刺してこうやって出す、やるんですよ、こうやって。そうすると iPhone の充電器になるんですけど、これはね、たまに、たまにでもないんだけど、この前一回だけこれをね、反対に入れちゃったんですよ。反対に、反対に入れたっけ。もう本当にこれ出すのめちゃくちゃ大変で、本当に大変で、こうやって、こうやって、今ちょっとこれでも電気のあれがあるからねあるからちょっとあれなんですけど、こうやってこうやってね、もう一生懸命ここに無理やり刺して。だから皆さん、これ入れるとき気をつけてくださいね。本当、ここから入ったら終わっちゃうから、ここにちゃんとこの向きのままこうやって取ったら、もうすぐここに、ここに入れたら向きも間違えずにスムーズに刺せるよっていう話ですよ。はあ、必死でした、菅原は。iPhone ユーザーじゃないのです。でも、でも、これめちゃくちゃ便利だから。いいね、かわいい、そんで。かわいい、かわいい。すっごいな、なんかね、本当に、いやー、こうやってちょっと落ち着くわ。なんか普通に話してるとちょっとやっぱりなまりが出ますね今日すんごい、すんごいなまりが出ますね。実家帰って、その友達とかとも喋って、前も言ったんですけど、友達とかと喋ってると、喋ってると喋ってると、すっごいなんかお店の人とかの声、あ、意外となまってんだなと思って、ほんと実家に帰ったかな、こんななまってんの。一人で喋ってっからめっちゃ出ちゃう
なきゃ。菅原は別に鉛、でも本当鉛ってる時はそのまま鉛ってるんですけど、なんかあんまり普段そんな出ないから、宮城とかに帰るとやっぱ出ちゃうんですよ。だから実家とかでもめっちゃ方言とか出ないけど、前も鉛って、そんな別にそんな鉛ってないんですけど、でも実家に帰るとちょっとやっぱ鉛っちゃうよね。そう、今日は本当レア回です。ね、聞いてください、面白い話あるんですけどいいですか。めっちゃ面白い話あるんです。めっちゃでもないんですけど、面白い話あるんでいいですか。言っても、なんかお姉ちゃんも帰ってきてたんですよ実家に。でお姉が帰ってきてて、でお姉は昨日帰ったんですよ、仕事があるからって言って昨日帰ってったんですよ。だからあの菅原が誕生日だから、その普通に誕生日お祝いし、なんかケーキ食べたいとか言ってて、お姉があじゃあ明日の夜買ってくるよみたいな、ホールケーキ買ってくるよみたいな感じで言ってたんですけど、お姉がね。そんでもその時菅原がそれでこそ友達マリチとかと初売りに行ってて、でマリチとかと初売りに行ってて楽しくておしゃべりとかしちゃって、その誕生日お祝いしてもらうことめっちゃ忘れてたんですよ。そん でお姉からなんかお姉からあのそのホールケーキの写真来て、お誕生日おめでとうってチョコレートプレートがそのフルーツケーキに刺さって、あそんだ帰らんといけないんだと思って、そうだったと思って急いで帰ったっけ。なんかもうみんなも寝るじゃ、なんかそんな遅くもない時間なんです。もうなんか各もう個々の時間を楽しんでて、お母もお父もお姉もなんか各なんか個々の時間を楽しんでたんですよ。えみたいな、えケーキはみたいなってお母さんに聞いたら、お母がもう食べたよって言われて、ええと思って、えって言ったら、お姉はただケーキが食べたくて、そのチョコレートのプレートはなんか無料でやってくれるからただつけただけだよって。菅原確かにホールケーキ食べたいって言ってたけど、別にそれは菅原の誕生日をお祝いしたいわけじゃなくて、お姉がホールケーキが食べたいから、でもそれは菅原がマヤが勝手にお姉が誕生日をお祝いしてくれるって解釈したがためにこんな残念な気持ちになったっていう、まあ、全然面白くはないんですけどっていう話があった。全然面白くないですよねって思うじゃないですか。でお姉がね、あのホールケーキを買ってくれて、まあ4人家族だから4等分してたんですよ。でも結果すがらね、ホールケーキの半分食ってました半分食べてました。まあいっかと思って、半分食べてました。気づいたら半分食べてました。お誕生日お祝いしてもらえんかったけど、普通にホールケーキ半分食べましたなんか お父がもういらんっていうか、え食べていいの。で朝に食べたんですよ菅原。ケーキ次の日食べたんですけど、次の日になんかあもう帰ってきて、あもうじゃあなんだ菅原の誕生日お祝いしてくれてるわけじゃないんだと思って、いいやと思って、明日の朝食べようと思って明日朝食べて、で夜に朝ごはんでケーキを食べたんですよ菅原。朝ごはんにケーキって優雅すぎん。そんで食べて夜になって、音がちょっと音いらんみたいな、
食べよう。で食べましたっていう、そう一気に食べたんじゃなくて朝ごはんと夜ごはんに食べたっていう。半分は食べました。でもお姉は菅原がその朝ケーキ食べてる頃にはもうお姉はもうおりませんでした。お姉ありがとう、美味しかったよ。ショールーム見てるかな、お姉。お姉はきっと見てないでしょうね。お姉は見てないでしょうね。いいんです、思いを届け。タンプレ待ってますお姉。おねえ、タンブレ待ってます。お母はもう多分この時間寝てます。お母もどうも、もう寝てます。お母とおねめっちゃ早いんですよね。今年見たショールーム配信で一番楽しい。待って、始まってまだ3日、ん4日だ、4日です。いや、おねは配信見ることないです。もうね、実家にいるとすがって割と夜更かしじゃないですか。やっぱ一人暮らしだから好きな時間に寝て好きな時間に起きれるんですよ。でも実家はそうじゃないから、お母とかに早く、何なんだこのモスキートみたいな、お母はもう早く寝てってめっちゃ言われます。早く寝てって。もすがらはお母に思うんです。お母が寝てってお母は寝てって。一人でお母は寝てって、すがらまだ寝ない、お母は寝てって。あ、寝てって、ね、うるさいよね、モスキートみたいな。どんな音なんだろうこれ、めっちゃやだ。で、これ終わったら、そう、そして朝はカーテン開けられる。充電器の音なの、この電気の音なんかな。電気消したらブサイクなんだよ。はっ、これ電気の音だったの。こんばんは。ねえ、これ電気の音だよ。このライトの音だったわ。ちょっと、もう一回音鳴らしていい？これだ。これでした。これでした。みんなうるさくてごめんね。なんか可愛くないぞ。まるまる。スマホ近いから、ああそれもあるかもしれないっすね。
んま気がつかなかったんだったらよかった。化粧変えた。やっぱ今日は免許更新多すぎだろ。今日免許更新だったんで可愛くしました。でももう12時間以上経ってるんでボロボロです。みんなはもうこれ終わったら寝るのかな。菅原は優雅にお風呂に浸かりながら台本を覚えます。今日の予習、復習と予習をします。はい、はい、頑張ります。全然眠くないんで、やっぱもう12時間以上起きちゃってるんで全然、うん、全然。みんな明日からが仕事始まる人が多いんかな。頑張ってください皆さん、頑張ってね、一緒に頑張りましょう。頑張ってください。今日から、あ、今しがた本田家、あ、そう、もう少しであれリクエストよろしくの先行発売申し込みが終わるので、皆さん SK ファミリーぜひぜひ応募してください。ぜひぜひ応募してください。絶対当たるから安心しな当たっから本当に、本当当たっから皆さん応募してください。さっきしました、応募したよ、ありがとう。みんなあとちょっとなんで先行申し込みお願いします。当たっから本当に安心して、本当当たっから、本当当たっから。みんななんかファミリーと、まあファミリーからが嬉しいよね。うれちいこちゃん、いけるかどうかは分からんけど申し込みました、ありがとう。当たったら来てファミリーに見当たらなくて E プラスから申し込みしました。菅原のツイートから行ってみてくれ、E プラスで、すいません、いいよ。まあファミリーからでも嬉しいけどね、普通でも全然嬉しいよ、どうでも嬉しいよ。先行外しても一般で当てる気持ち、ありがとう。ファミリー一本で応募してる、ありがとう。外れたらまた応募してねあと見てください、また再開しましたまた再開しました、またこの授受が再開しました。お母さんが送ってくれました、うん、お母さんがまた送ってくれました、授受またお母さんに送ってもらいました。最近つけてないと思った、どう思うでしょう、またつけ始めたんですジュジュ、そう、で多分次に名古屋にもう一個置いて、もう一個置いてあるんです、家にもう一個置いてあるんです。
地図がもう一個だけ お家に置いてあるんですよ。もう一個でこういうブレスレット、かわいい、お友達とお揃い、ミサンカみたいな。そう、地図遠心力に弱いからさ、そう両腕に本当はつけるんですよ地図。あ、ドライグで、ハートのピアス。あ、時々、そう、お母さんに言われましたよ、時々ちゃんと自然光に当ててねて。ハートみんなさ、本当にさ、すがらがせ、ジュジュ、ハートとか、それ、かわいいねって言ってくれる。ありがとう、甘やかしてくれて。ありがとう。ありがとう。もう一個は、丸。丸。でも明日は何にしようかな。明日のピアス。もう終わっちゃう。マイク増えちゃった。マイク増えちゃった。どんどん増えてくのよ。今日もあれですよね、元旦、あれですよね、お正月だから、あのこれ12時回っても着きますよね。ちゃんと12時過ぎても続きますよね。続かないですかね、無理ですかね、続かないですかね。それ元日だけ知ってるよ、知ってるけど知ってるよ、そんなの知ってるよ、知ってるんだよ、知ってるんだよ、知ってるのに。知ってるよ、知ってるよ。でも本当あと1分で終わっちゃうめっちゃ冷静な歌詞で笑った。ミステリー調、ここまでがワンセット、役に入ってる、これが終わり際ですよ。あの冗談なんで、ほんと怒らないでください、冗談なんで。楽しかったです、早く寝たいと思います。だからじゃあ頑張ってお風呂に入りたいと思います。みんなも明日頑張ってね、ナイト頑張ってね、ありがとう、おやすみなさい。楽しかった、元気出ました、皆さんのおかげで楽しい時間をありがとう、楽しかったです。え、なんか続いてんだけど。